はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は2023年5月に公式または有志日本語化対応して日本語で遊べるようになった作品をピックアップしました。知らない間に日本語に対応していたとか、公式に日本語対応しているのにストアページでは日本語サポートなしになっていて検索に引っかからなかったりするので参考にしてもらえればと思います。有志の日本語化に関しては制作者の方の善意により提供されています。日本語化ファイルやモッドを利用するにあたっての留意事項がある場合はそれに従って利用するようにしてください。また翻訳制度、翻訳料や不具合などの責任は追いかねますので導入はご自身の責任でお願いいたします。もし日本語未対応のゲームを何とかして遊びたいという方はゲームに特化した翻訳支援ツールピコットを解説した動画もあるので参考にしていただけたら幸いです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは公式日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにスマイルフォーミー。独特なアートワークが印象的なポイント&クリックのアドベンチャー。物語の舞台はハビット博士が作り上げた人々が幸せになれる施設ハビタット。プレイヤーはこの建物に花を届けに来たはずがいつの間にかこの施設で目覚めることになるフラワーキットとなって施設で暮らしている一風変わった住人たちの話を聞き、彼らの悩みを解決したり、パズルを解いたりして、住人たちを幸せにしていく一人称視点のポイント&クリックのアドベンチャーです。ゲームは一人称視点を利用したユニークなシステムが特徴。住人との会話では画面を上下に振ってうなずいたり、左右に振って否定したりして話を進めていくシステム。また、ハビタットには奇妙な住人や変なパズルだけではなく、不穏な秘密も隠されています。心理的ホラーにひねりを加えた風変わりなコメディアドベンチャー。スマイルフォーミーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ナインイヤーズオブシャドウ。繊細なビレードットで描かれた 2D メトロイドバニア。物語の舞台は9年もの長きにわたって深い闇に支配され、全ての生命の色が奪われてきた世界。プレイヤーは若き戦士エウロパとなって精霊のテディベア・アピノと共に美しい色と希望を取り戻すため闇の根源が存在するタロス城の真相を進んでいくことになります。ゲームは横スクロールのメトロイドバニアアクション。ゴールドクロスっぽい鎧をまとったエウロパはハルバートを自在に操り、コンボやため攻撃などを駆使してのスタイリッシュな戦闘アクションが展開。相棒の精霊テディベアのアピノは遠距離攻撃からエウロパを守ったりタロス城の腐敗を浄化したりと活躍するようです。また本作にはエレメンタルアーマーと呼ばれるシステムが存在しており、各種属性の力を使いこなし戦闘能力を高めることができるほか、エレメントを駆使して滝を泳いだり地下トンネルをくぐったりとメトロイドバニアらしい探索要素も楽しめます。ナインイヤーズオブシャドウは非常に好評な日本語対応の作品です。ノープレイスライクホーム。ゴミを片付けて地球を再生するスローライフシミュレーション。物語はゴミで溢れかえった地球を捨て人類が火星へと移住する世界。主人公の少女エレン・ニューランドも火星移住者の一人だった。しかし火星行く前に地球に残ることを選んだ祖父が住む農場を訪れるが、祖父は行方不明になり農場も荒れ果てていることに気づきます。プレイヤーはエレンとなって祖父の行方を探すとともに農場を建て直し美しい地球を取り戻していく物語が描かれます。ゲームはゴミが至る所に散乱しているフィールドでゴミを片付けるところから始まります。背中に担いだ万能掃除機でゴミを吸い取り農場を掃除し、集めたゴミはリサイクルすることで素材として利用することが可能。ゴミ山を片付けていく中でロボットのような敵と遭遇することもあり、そんな時も背中に担いだ万能掃除機が武器となり大活躍。そうして集めたゴミ資源の中から農場を作るために必要な植物の種などを見つけ、様々なアイテムをクラフトしながら農場を再建していくことになります。またこの世界では火星に移住せず地球に残った人々や人類がいなくなった地球でのびのびと暮らすしゃべる動物たちが生息しており、彼らと仲良くなることで力を貸してくれたりパーティーを開くこともできたりと
農場でスローライフを満喫しながらも祖父の行方を追う物語や敵とのバトルなども楽しめる作品。ノープレイスライクホームは非常に好評な日本語対応の作品です。ゴーンローグ、窃盗をテーマにしたステルスストラテジー。物語の舞台は架空の1930年代ヨーロッパ。世界大戦は終結に至らず、数十年にわたって戦争が続いている世界。プレイヤーはスラム街からやってきたヌスットとなって、個性豊かな仲間たちと協力して裕福な富裕層から資産を奪い、助けを必要としている人々の力になる義賊的な窃盗を繰り返していくうちに、政府の陰謀に巻き込まれていくことになります。ゲームは斜め見下ろし視点で展開するステルスストラテジー。盗みを成功させるためには事前準備が何よりも重要。現場の下見や情報提供者から様々なヒントを得て、最適な道具を探し出し、夜になったら計画を実行に移していきます。綿密な計画を練り、常に冷静に行動することが求められ、些細なミスが命取りになる緊張感のあるゲームプレイが楽しめます。物語も風刺とブラックユーモアを交えながら進行し、通りを歩きながら他人の話を盗み聞きしたり、秘密の隠し場所を見つけていくことで、この凶悪なディストピア社会の秘密の全体像が徐々に明らかになっていきます。ゴーンローグは非常に好評な日本語対応の作品です。ペンティメント、16世紀のドイツを舞台にしたミステリーアドベンチャー。物語の舞台は神聖ローマ帝国時代の16世紀ドイツバイエレン北部にある架空の町タッシング。プレイヤーは職業画家である主人公アンドレアス・マーラーとなって、装飾写本や木版画を完成させる過程でキエルザウ修道院で25年以上にわたり起き続けている連続殺人事件に巻き込まれていく物語が描かれます。ゲームは気になるところをクリックして会話や探索を行っていくポイント&クリックのアドベンチャー。舞台となるタッシングには様々な職業や年代の人たちが暮らしており、アンドレアスは彼らと交流しながらも手がかりとなる情報を聞き出し、事件の真相に迫っていくことになります。作中では会話での選択肢の他に、アンドレアスの学歴や生活スタイルを選択する場面が用意されており、その選択によってはプレイヤーが行える行動や殺人事件の捜査方法までも変化し、さらには後のストーリーの展開に影響を与えていくことになります。時代背景から来る濃密な人間模様と奥深いストーリー、セリフ量も多く、歴史や芸術、文学に関する専門用語も多数登場するので、日本語対応はかなりありがたいですね。ペンティメントは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。アルティメットアドミラルドレッドノート。本格的な軍艦を設計できる海戦シミュレーション。本作は1890年から1940年にかけて、実際の歴史に登場した戦艦をカスタマイズして建造・改装をする軍艦ビルディング要素と、指揮官として艦隊を編成し敵国と激しい海戦を戦っていくシミュレーション要素の両方を楽しめる作品です。戦艦の建造では小さな魚雷艇から強力な軍用戦艦を設計し運用できるのが特徴。船体はもちろん主砲や副砲、装甲、エンジンなど細かく設計することができ、戦艦の重量配分によって速度と操縦性だけではなく兵器の有効性も変化し、戦闘能力に大きな影響を与えることとなり、設計資源のあるロマンあふれるゲームシステム。また設計に使用可能なパーツなどは技術研究によってアンロックされ、船体の強度や装甲の改善、兵装の進化など船をカスタマイズする上で重要な要素となり、プレイヤーは戦略に合わせて技術開発を進め、最適な戦艦を構築することが求められます。そして本作のもう一つの特徴は、作り上げた船で挑む海戦バトル。プレイヤーは艦隊司令官となって指揮を取り、戦術的な決断を下し敵の殲滅を目指します。正確な砲撃の計算や環境要素の考慮、敵の動きの予測など海軍戦術の知識やスキルを生かすことが重要となり、本格的な海戦シミュレーションを楽しむことができます。アルティメットアドミラルドレッドノートはやや好評な日本語対応の作品です。ザ・ダンジョン・ベニース。
戦術的なローグライク単性オートバトラー。プレイヤーは能力の異なるヒーローキャラを選択し、個性豊かな職業のユニットをパーティーに加え、各階層に沿う敵やイベントをこなしながらランダム生成されたダンジョンの奥深くを目指していくことになります。戦闘はオートバトルで展開。プレイヤーがすることはそれぞれにユニークな能力を持つユニットキャラクターの配置を決めること。戦闘前に敵との相性を考え、どこにどのキャラを配置すれば戦闘を有利に進められるかといった戦術性が本作の特徴。キャラクターを配置できるマス目は少なく非常にシンプル。レーンと呼ばれる横3列と前衛後衛の2列の計6マスにユニットキャラを配置することが可能。主人公であるヒーローキャラは前衛後衛はなく、上下と中央の3マスだけとなります。戦闘の最中でもターンの始めにユニットの配置を変更することも可能で、ヒットポイントが少なくなり後衛に移動したい時や肉壁となってヒーローキャラを守る際には役立ちますが、移動したキャラは疲労してそのターン行動不能となるので注意が必要です。またヒーローキャラクターが倒されればゲームオーバーですが、ユニットキャラクターは倒されても戦闘終了後には復活するので、そういったところを加味しながら戦術的な立ち回りを考えることも重要。ダンジョンを進む中で戦闘以外にもショップやランダムイベントが発生。ショップでは戦闘で獲得した資金を使って様々な能力を持つ強力なユニットキャラクターを仲間にすることが可能。既存のパーティーメンバーと入れ替えながら最強のパーティービルドを構築し、ダンジョン最深部を目指していく単性ローグライクオートバトラー。ザ・ダンジョン・ベニースは非常に好評な日本語対応の作品です。チコリー・ア・カラフルテール。白黒の世界に彩りを与える塗り絵アドベンチャー。その一塗りがこの白黒世界を最高に美しく彩る魔法の絵筆。その使い手として知られる天才画家チコリー。本作の主人公はゲームタイトルにある天才画家チコリーではなく、チコリーに憧れ彼女の塔で雑用として働く犬のピザ。プレイヤーはピザとなって魔法の絵筆を残して突如消えてしまったチコリーを探すとともに、所有者を失ったことで白黒になってしまった世界に再び色を取り戻していくことになります。ゲームは見下ろし視点で展開するアドベンチャー。プレイヤーは絵筆を使って絵を描き、世界を自由に塗りつぶせるのが本作の特徴。魔法の絵筆は謎解きやギミック操作にも役立ち、草むらを筆でくすぐると隠れていた動物が飛び出してきたり、木々の中に色を塗ると花が咲いたり成長したりするものもあり、筆を使って自由に絵を描くことで新たな道が切り開かれていきます。またプレイヤーはピザの冒険を通じて様々なキャラクターとの出会いや、平和な世界の裏でうごめく闇との戦いを乗り越えていくことでアイテムを入手したり、絵筆との絆が深まり新たな能力が解放されていきます。想像力を刺激する感動的なメインストーリーだけではなく、さらにはサブクエストや収集要素なども用意され、遊び応えがある作品となっています。チコリー・ア・カラフルテールは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、ここからは有志の日本語化作品の紹介です。冒頭でもお話ししましたが、利用する際は注意事項に従い、導入はご自身の責任でお願いいたします。関連情報の URL は概要欄に記載しておきます。ウォーテイルズ。中世をモチーフにした注目のオープンワールド RPG ウォーテイルズに待望の日本語化モッドが登場。このゲームの日本語化を待ち望んでいた Steam ユーザーはかなり多いのではないでしょうか。本作は未曾有の疫病によるエドラン帝国崩壊から100年が過ぎた世界を舞台に、傭兵の一団を率いて富や名声を求め広大な土地を旅するオープンワールド RPG。 秩序が保たれず盗賊や窃盗が横行する過酷な世界で、プレイヤーは傭兵団のリーダーとして仲間を募り、まだ見ぬ未開の地を切り開いていく物語が描かれます。ゲームは広大なオープンワールドを自由に旅して、点在する廃棄された鉱山やキャンプを探索し、世界の歴史を紐解いたり、町で仕事を請け負い悪人を捕まえて懸賞金を手に入れたりと、富と名声を手に入れるため様々な手段を駆使して過酷な世界を生き抜いていくことになります。戦闘はマス目移動の単性システム。弓使いの射線上や範囲攻撃などは仲間にも被害が出たりするので、やりがいのある戦闘が楽しめます。
また戦闘や探索といった要素だけではなく、本作では傭兵団を運営していく要素が特徴。冒険で集めた素材でクラフトを行い、傭兵団の武器や装備のアップグレードのほか、1日の終わりにはキャンプファイヤーを囲み、全員に食事を食べさせ士気を高めたり、週末には給料を払わなければならず、満足のいく配給がなければ士気の低下や部隊からの離脱を招いてしまうので、最強の傭兵団を築くにはリソース管理も重要。傭兵には剣士や弓使いといった6種類の戦闘職と、料理人や鍛冶屋などの生産系の専門職を選択でき、レベルの他にスキルや得意武器が異なり、仲間にするキャラクター次第でパーティー性能は大きく変化していきます。荒くれ者を率いて戦い、最強の傭兵団を築き上げるオープンワールド RPG、 ウォーテイルズは非常に好評な有志日本語化対応の作品です。フェイス・ザ・アンホリー・トリニティ、悪魔払いをテーマにしたレトロ風ピクセルホラー。フェイスシリーズ全3章が収録された同梱作品。そんな本作の舞台は1980年代のアメリカ東部コネチカット州、森の奥深くにあるマーティン家を訪れた2人の神父、主人公ジョン・ウォードとアレッドはエイミー・マーティンという少女の悪魔払いを行おうとしたが、悪魔払いはうまくいかず大混乱に陥ってしまう。1年後、ジョンは彼女の魂を救うため再びマーティン家に向かうことになるといった物語。ゲームを通して悪魔払いや魔術、カルトといった類が題材になっており、プレイヤーは十字架を掲げ悪魔を退けながらもメモや手紙を見つけて物語の謎に迫っていきます。シリーズを通して複数のエンディングが用意されているのも本作の特徴。ピクセルグラフィックでドットも荒く、色味も少ないのに不気味で恐ろしい作品。フェイス・ザ・アンホリー・トニティは圧倒的に好評な有志日本語化対応の作品です。はい、今回は2023年5月に公式または有志日本語化対応して日本語で遊べるようになった作品をピックアップしました。気になる作品はあったでしょうか？知らない間に日本語に対応していたとか、公式に日本語対応しているのにストアページでは日本語サポートなしになっていて検索に引っかからなかったりするので、参考にしてもらえればと思います。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。